ロニーコトロニー・エベルソン・フルタード・デ・アラウジョは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは MF。兄のラファエウもサッカー選手で、ヘルタ・ベルリンでチームメイトであった。セアラー州フォルタレザで生まれ、SC ・コリンチャンス・パウリスタで、サッカー選手となり3シーズンを過ごしたものの、リザーブチームでの起用がほとんどであった。2006年7月に契約が満了すると、スポルティング・クルーベでポルトガルに移籍した。 スポルティングに移籍してからも定位置を確保するのに苦労した。2006から07シーズンは、ポルトガル代表のマルコ・カメラ、チリ代表のロドリゴ・テージュとのポジション争いとなり、プリメーラ・リーガで12試合に出場した。その中で2006年11月26日のアウェー、ナバル・プリメーロでマヨ戦の88分に決めた、直接フリーキックは、時速211キロメートルを出していた。 ともされている。2007から08シーズンは開始とともに定位置を確保したものの、1月に AC ミランからレアンドロ・グリミが移籍してくると、ポジションを失い、2008から09シーズンはわずか6試合の出場に止まった。2009から10シーズンには3番手あるいは4番手にまで交代し、UD レイリにレンタル移籍、同クラブをプリメーラへと導いた。 2010年にブンデスリーガに所属するヘルタ・ベルリンに移籍。ここでは兄とチームメイトとなった。2011年9月17日、ホームで迎えた FC、アウクスブルク戦でパトリック・エベルトとの交代で途中出場し初出場。2012から13シーズンには兄がディナモケーフへと移籍したため、より攻撃的なポジションで起用されるようになった。 このシーズンは18得点を決める大活躍、ブンデスリーが復帰に貢献した。2016年8月31日、ヘルタ・ベルリンの GM であるミハイル・プレーツと彼は、自民余剰のために契約を解消することで合意した。2017年3月17日、ホルタ・レーザー EC に加入した。11月10日に退団した。ありがとうございます。